ろしくお願いします。さて今日の話は優先順位が逆という話をしてみたいと思います。どういったことかというと、こう例えばですね、自分がこう好きな人と、まあ言い方悪いですよ、どうでもいい人がいるとします。で、あの職場で2通り の, あの人間と付き合いがあるとして、こうどっちの人にこう気を使うかということですよね。で、あの多くの場合がですね、こう自分が大切な人よりもこうちょっと面倒くさい人っていう方の方に気を使ってしまったりするんですよね。まあ、面倒くさいからこう揉め事を起こさないために気を使うっていうのも大切なことだと思うんですけれども、こう本来は優先順位が逆だと思うんですよね。なぜかというと、こう嫌われたら嫌なのはやっぱり好きな人ですよね。なので、こう例えばちょっと調子が悪くてイライラしているっていう時に、こう面倒くさい人に対してはこう気を使っていつも通り頑張って接しようとするんですけれども、こう気が知れた人に対してはついこうイライラで当たってしまうなんていうことがあるんじゃないでしょうか。一番いい例が家族ですよね。で、あのこれって本当はもう真逆でですね、あの身近にいる人、大切な人ほどこそ気を使わなければいけないのに、こう分かってくれるだろうと思ってついついこう気が緩んでしまうんですよね。なので常に気を張るな、気を張れっていうわけではないですけれども、こう例えばこう他人と家族であれば家族の方が当然大切なはずなのに、機嫌が悪い時に当たってしまうのは他人でなく家族みたいなところがあると思うんですよね。で、じゃあ家族から嫌われたらどうするのってなりますよね。で、こういったのがこうやっぱりこう夫婦間がうまくいかなくなるきっかけの一つだと思いますので、こうやっぱりイライラしている時っていうのは、あの皆さんあると思うんですよね。ただそれを他人に対してこうそのイライラを伝えるのか伝えないのか、もしくは伝え方の問題だと思います。なので今日はちょっとごめん、調子が悪いからイライラしてますっていうのを相手に伝えておけば、相手はもうそのまま接しないか、もしくはこう気を使った状態で一日過ごすでしょうけれども、理由も分からずにイライラを当てられるっていうことになると、結局は相手はなぜイライラされているのかが分からないっていう状態ですから、もう向こうはどうしていいか、相手はどうしていいかわからないわけですよね。で、あの自分からしてみたら、もう分かってくれるだろうって思ってるのは、まあまず間違いですもんね。わからないですから相手には。で、言っても親子とか兄弟まで含めて自分以外の人間っていうのは全て他人なので、まあ、双子とかは正直わからないですけども、基本的には何を考えているのかっていうのはわからないわけですよね。なので相手に何かを伝えるっていうのは、その伝え方も含めてものすごく大切なことですし、こう気を使うか使わないかっていうのも、優先順位を間違えるとやっぱりこう人生を失敗してしまうなんていうこともあると思います。なので個人的にはこう大切な人にほど気を使うべきだと思いますし、こう嫌われても困らないような人に対してはそんなに気を使わなくていいのかなっていう気は僕自身はしています。なので昔はですね、全ての人から好かれたいとか、自分自身が嫌われるのが怖いと思っていたので、やっぱりこう全ての人に気を使い始めるとやっぱりもう疲れちゃうんですよね。で、疲れて結局気分が悪くなって相手に当たってしまうなんていうか、悪循環にはまってしまいますから、この人には気を使う、この人には気を使わないっていうのが僕は正直あっていいのかなと思っています。ただ、雑に扱いっていうわけじゃないですよ。こうそれなりに対応する必要がありますけれども、もう目いっぱい気を使うよりも、もうちょっと距離を置くとかっていう方が上手な付き合い方なのかなと僕自身は思っていますので、なので全ての人から好かれたいと思うのもなかなか苦しいですし、身近な大切な人に対してこう自分がこう気分が悪いときにそれを当たるっていうのもやっぱり僕は間違いだと思っていますので、こう大切な人ほどこそ大切にするっていうのは当たり前なことのようで、実はできてない方って結構多いと思うんですよね。なのでこの辺気をつけてみると、人間関係っていうのがより上手に作れるようになっていくんじゃないでしょうか。ということで今日は大切な人ほどこそ大切に、優先順位を間違えないようにしましょうという話をしてみました。これ夢を叶えるぞという本に実は出てくる内容なんですよね。身近な人ほどこそ大切にしましょうみたいな、要は親を大切にしましょうっていう内容で確か出ていたような気もしますけれども、本当にそうだと思いますもんね。なのでこう身近な人を今日は大切に、なのでまあ
大切な人がもしいるのであれば、今日はなんかこうね、昨日がひな祭りだったので昨日が良かったのかもしれないですけれども、まあお土産でも買って帰るっていうのもありなのかなと思っています。それでは和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。